この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は、投資の大原則、人生を豊かにするためのヒントの続編です。それでは始めていきます。なぜバフェットは大きな失敗を避けられたのか。長期投資で成功するために最も重要なことは、 自自分自身の判断だ株式市場やマクロ経済の環境ではないウォーレン・バフェットはプロであろうとアマチュアであろうと世界中のどの投資家とも比べ物にならないほど優れている明晰な頭脳を持ちいつも理性的で経営に対して増資が深くより良い投資をすることを絶えず考え 努力を押します。なおかつ冷静である。バフェットの成功の主な理由の一つは大失敗を上手に逃れてきたことだ。二つの例を見てみよう。二千年初め、バフェットの腕は鈍ったと誰しもが思った。彼の会社のポートフォリオはハイテクやインターネット関連、銘柄関連の 多く組み入れた人気ファンドに大きく水をあけられていたバフェットはハイテク株を全く買わなかったバフェットは顧客に自分がよく理解していない分野の会社の株を買えないと説明していたある人たちはバフェットはもう過去の人で時代遅れだと噂したしかし IT 関連株が暴落したとき 笑っったたのはバフェットだった次に2005年から2006年にかけて、機関投資家の間で複雑な不動産担保証券とデ,ビデリバティブが人気だになったが、それにもバフェットは手を出さなかった。バフェットの考えは、不動産担保証券とデリバティブはあまりにも複雑で不透明なところが多すぎる。彼はこの商品を 金融の大量破壊兵器と名付けた。実際2007年になるとこれらの商品で多くの金融会社が倒産した最悪の事態を避けること必要もないリスクを取ることで発生するトラブルを避けることは投資での成功の秘訣だ最悪の事態を避けること必要もないリスクを取ることで発生するトラブルを避けることは 投資でのの成功の秘訣だ多くの投資家は自分で引き起こしたしかも全く必要のない重大なミスによって大損害を被る本当に大事なことは今日や来月や来年の株価ではない退職してから必要なお金を準備するために株を売るとき その価格が問題となる多くの人たちにとって退職は遠い将来のことかもしれないみんなが悲観的になり株価が下がるときは保有株を売却したり投資をやめたりするには最悪の時期なのだ言うまでもなく買うべき買うベストのタイミングは株が株安になっているときだ買うべきベストのタイミングは 株が格安になっている時だ。チャートを見て将来の株価を予想するのは星占い,よう占いのようなもの。株価の動きは、いわゆるランダムウォークと言われ、全く法則性がない。これまでの動きから、今後の株価を予想するのは危険極まりない。チャートを見て 将来の株価を予想するのは星占いののようなものである次のことは覚えておくといい値上がりした株を売ればキャピタルゲインに対する税金を払う一方値下がり株を売ると税控除が受けられるということはどうしても売らなければならないときには値下がりしたものを売るべきだ 少なくとも税制上は有利だどうしても売らなければならないときには値下がりしたものを売るべきだ投資リターンを確実に増やす一つの原則があるそれは言うまでもなく投資コストを最小限に抑えることコストを最小限にすることと並んで大事なことは 証券会社の営業員にも気をつけること。営業員にとって一番大切なことは何か。それは自分のボーナスだ。だから営業員はこれまでのような行動を取り続ける。彼らの本当の仕事はあなたのために働くことではなくあなたからお金を稼ぐことだ。 だから絶対に間違ってはならない営業員は所詮営業員だ営業員の目的はただ一つとにかくあなたに売買をさせること私たちはあなたに頻繁に株を売買してほしくない手数料がかさむだけだ 9つの基本ルールー1お金は若いうちから定期的に貯めよう堅実な暮らしをし退職後も憂いなく暮らすために重要なことは若いうちから節約に努め一定額をコツコツと貯めていくことだ2会社と国に資産形成を手伝ってもらおうこれはニーサやイデコのことです 不時の出費に備えて現金は用意しておこう突然の出費人生にはいろいろなことが起きる突然の出費に備えてすぐに出せるお金は別に取っておく必要がある生活費と費として少なくとも6ヶ月分は取っておくのが良いとしている。 4保険をかけているか確認する。あなたが一家の稼ぎ手で配偶者と子どもを養っているなら生命保険と長期障害者保険に入る必要がある。また医療保険にも入った方が良い。医療保険は複雑な就寝保険ではない方が良い。 障害保険に入る目的は何ヶ月か働けないという状況に陥ったときにその間の収入を補ってくれるものだただしかなり経費もかさむので数ヶ月程度の収入をカバーするのは保険に頼らず自分で積み立てておく方が賢明かもしれないどんな金融商品を買うときにでも何社か回って価格を比べる必要がある。 重要なことは、金融サービスの手数料が高ければ高いほど、あなたのリターンは低くなる。5分散投資をすれば心配の種が減る。個別銘柄をいくつか保有するのではなく、資産は広い範囲でさまざまなものを持つのが良い。アメリカ株だけでなく、中国、ブラジル、インドといった。 急速に発展している新興国を含めた外国株を保有することが重要だ。株式だけでなく債券にも投資しよう。6. クレジットカードのローンは使わない。これに尽きる。7. 短期運用への衝動を無視しよう。投資家の最大の失敗は 衝動にかられて冷静さを失うことと群衆心理に流されることだ特に極端な暴落や暴騰の時には周りの人たちみんながパニックに陥っている時あなたはうろたえずに何もしないことひたすら長期投資をしっかり見据えることが大切8 低コストのインデックスファンドを買うあなたはあなたの長期投資はすべてインデックスファンドにしておくといい平均的なリターンでしか得られないということではないあなたは平均以上のリターンを得られるなぜならインデックスファンドは手数料が安く ほとんどの経費を抑えられ、その上不必要な税金も払わなくて済むからだ。9。オーソドックスな分野に注目。ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティ、ヘッジファンドのような目新しい商品を避けた方がいい。 個人投資家にとって適切な資産配分を考える前に大切なポイントがあるその第一は年齢だ相場が上がったり下がったりしても若くて退職するまでにそれを乗り切れるだけの時間的余裕があるなら株式への配分を多くできるもう退職をしているならリスクを抑えた投資をする方がいい2つ目の大切な要素は自分の経済状況だ 夫を亡くして病床にいる女性なら仕事もできず生活費を賄うために投資資金を使わなくてはならないそういった人は株式市場が下がっている間売却して資産を大きく減らすというリスクは取りたくない値上がりを待つ時間的余裕もなく市場が回復するまで生計を維持する給料もないのだから3つ目のポイントは自分の性格である 資産が大きく目減りすることに耐えられない人もいるそのような人は債権や預金への比重を多くするといいもし経済的に余裕があるなら自分の家を持つことを勧める最大の理由は自分の生活の質を高めるため自宅を買うことはすなわち退職に備えて 株や債券で投資することに加えて不動産に投資することでもある毎年の市場価格が全く気にならない人には特に若い人にはチャーリーはチャーリーというのは筆者であります全資産を株式投資することを勧める。 実際チャーリーもそうしてきてそれに満足している長期的にはおそらくリターンは高まるだろう心配で眠れぬ夜が多くなることでもある長期投資は手数料の安い インンデックスファンドにするといい株式投資の中で最もおすすめは全世界の株式市場インデックスに連動するインデックスファンドだ外国株に投資するのが絶対に嫌なら国内の株式市場全体に連動するファンドを選択するとよい私たちは資産は全世界に分散投資することをすすめるアメリカの経済は 全世界のの経済活動とと、株式市場の規模かかからら考えると半分以下でしかないからだ。債券についてはアメリカ債券市場全体を対象とするインデックスファンドを選択するとよい年齢が上がるにつれて債券への投資を増やす方向へ資産配分を変えていくとよい 退職した人の投資については、債権運用の割合を増やすことを進める。債権は生活費を確保するには比較的安全確実だからだ。ただし、例外もある。もしあなたが資産を売らないで生活費を賄えるほど裕福な場合、株に比重を置いた資産配分をするという選択肢がある。子供や孫に、 残そうと思う資産であれば自分の年齢ではなく子供や孫の年齢にふさわしい投資をすべきだコストが安くて十分分散されたおすすめファンド私たちが勧めるのは2つの広範囲のインデックスファンドに限って投資をすること全世界株式市場を対象のインデックスファンドと 全債券市場対象のファンドだファンドはすべて手数料が安く私たちの基準に合っている株式インデックスファンドで重要視するのは全世界の株式市場に投資するファンドだ適切な分散投資のためには債券への投資も必要であり また個人投資家が債券を所有するにはインデックスファンドが最も効率が良いと考えるこの本に書かれた基本的な投資の大原則は今日のように市場が大きく変動する時にこそ一段と輝きを増すと確信している若い時から退職後に備えて 資産形成を図る多くの方々にとっては市場の短期的な上下は真のリスクではない実際長期積み立て投資に参加している人にとっては株価の大きな上昇下落はむしろリターンを高める効果すらある他方下がった時に買い上がったら売ろうと相場を張る投資家はしばしば天井で買い大底で売るといった最悪の判断をしてしまうものだ 相場を見ながら売買することは失敗の最大の原因だ株価に気を取られる投資家はほとんど例外なく間違える例えば相場暴落の時に慌てて売ってしまうことで多額の損を確定ししかもその後の上昇に乗ることができず取り返すこともできない 暴落期の多くの人々の行動を見れば、相場を見ながら投資することがいかに無駄なことが明らかだ。ドルコスト平均法なら、市場変動はチャンス。退職後に備えて、長期積立貯蓄制度、日本でいえばニーサやイデコに参加する人にとっては、株式市場の絶え間ない上昇・下落はしばしばメリットとなる。 昔から知られたこの単純な技法を使って投資家は一貫して上昇する市場より上昇下降を繰り返すほぼ横ばいの市場において長期的には多くの資産を貯めることが示されている退職後に備えて貯めようとする長期投資家にとっての最大のリスクは短期変動をいかに乗り切るかではなく 積立投資のルールを相場の激しい動きに振り回されずに維持できるかということだドルコスト平均法は長期投資の4つの大原則の1つであるどんな時にも分散投資はリスクを抑える手法であるちょうど人生にとって健康が何よりも大切であるように分散投資は 投資のの成功の基本である一口で言えば株式市場は必ず上下するものだから資産全体の中に比較的価格の安定したものを混ぜておくということだ恐怖の時代を乗り切るため債券も分散しよう。 投資家は特に定期的な金利収入の必要な高齢層はどうすればいいのかという2つの提案がある。1つは社債など多少の信用リスクがあり従って金利も国債より高めの債券に投資することもう一つは金利収入を有料株の配当収入に変えてみることだ。 投資で長期的に成功する鍵は以下の4点を実行することである。1分散投資2リバランス定期的にチェックし一度決めた分散比率へ戻すこと3ドルコスト平均法4インデックスファンド忍耐と継続とこそが大事だ忍耐力と継続こそが大事だ この投資の大原則に基づいて長期方針を立てしっかりと実行すれば成功は間違いないだろう。分散投資、リバランス、ドルコスト平均法、インデックスファンドこの大原則に基づいて長期方針を立てしっかりと実行すれば成功は間違いないだろう。最後にまとめ。 超シンプルな投資法からです安定した退職後の性格を生活を送るためには、いくつかのステップがあるか、いずれもとても簡単なものだ。5つのポイント。1、若いうちから貯蓄を始めて定期的に続けること。2、会社の福利厚生制度や国の退職に向けての制度を活用すること。あなたの蓄えを増やし、 上の優遇措置もある。3市場全体に投資するコストの低いインデックスファンドを資産タイプごとに選ぶことで分散を図る4自分に合った資産配分を維持するために年1回見直す5自分の決めた投資方法を守り市場の値上がりや値下がりは気にかけない一喜一憂して 売ったり買ったりすると経費もかかり投資は失敗するだけだ長期投資を心がけよう投資は単純明快にシンプルにするそれが安定した退職後の生活資金を確保するための簡単で経費がかからず心配せずに済む最高の投資方法だ頑張ってほしい今回は以上になります